ホームセンターグッデイにやってきました、はい、ここ大体のものは揃いますから、うん、ここで今日は2人にオリジナルの防災バッグを作ってもらおうと思います。はい、はい、私物のリュックサックを持ってきましたね。2人は防災バッグもうありますか？私はベッドの下に市販のものをこうずっと置いてるんですけど、うん、正直中身に何が入ってるかは分かってないです。分かってない家にあるものは長らく見てないね、中身を防災バッグはあるけれどほったらかし気味の2人。山本アナは4人の子供を持つパパ、一方の岡田アナは一人暮らしです。まずは山本アナ、食料品売り場に直行して水を買います。ちょっと待って、家族全員分で1日これぐらいってなったらもうこの量になっちゃうんですね。他にも人数分の非常食に子ども用のお菓子、お菓子、お菓子、食べ物飲み物だけでこんなにいっぱいになってしまいました。一方の岡田アナ、今回私がテーマにしたいのは衛生面。避難所に行って大変な時だっていうのは分かってるんですけど、周りから見られるっていうところをちょっと気にしちゃうので、その辺をメインにやっていこうかなと思います。そこで除菌スプレーや水なしで髪を洗えるドライシャンプーを選択。さらにちょっと眉毛これだけしてれば、まあ、なんとなくこうきちんとしてる感というか、まあ、周りからどう見られてるかがすごいストレスになったりすると思うんで、これはちょっと入れたいと思います。その頃山本アナは、ただこれも買っとこう、ちょっとこう避難生活とかが続いた時のためにこういった子供たちが遊ぶゲーム、子供のストレス解消にもなるゲームを選びました。さあ2人とも選び終わりました。はい、頑張りました。頑張りましたよ。いや全く違うんですけど、びっくりしました、ね、岡田アナは衛生用品の他に今の時期に必要な熱中症対策グッズ、ライトとしても使えるスマホの充電器などの便利グッズもチョイス。山本アナは家族全員分の防災グッズを揃えた上で子どものことも考えたラインナップになりました。水や食料、やっぱり家族がいるとたくさん必要になってくるから、そうですよね、これはもう難しいところですよね。そう、もう最初に水を選んだ時点で、あ、これは無理だなとみんなで荷物を分けるっていうのもできますしね、うん、でお父さんがお水担当とか、うん、でちっちゃい子はお菓子担当とか、なるほど、ね、いくつかこう分けてるんですね。今家にある防災バッグに追加で入れなきゃいけないものたくさんあるなと思います。マスクだったりトイレ、あと季節に合わせた冷感のものとか、うん、ちょっと数たくさんいるなっていうものは絶対入ってないなと思ったので、皆さんも自分に合った防災バッグを作ってみてはいかがでしょうか。